まだ予定決まってないんだよね、うん、これから探して、うん、行けるのかどうかだね。どうしよう、空いてると思っているんだけど空いてないのかな。バッチリだね。9時35分雨降られる前だったからよかった。うん、衝撃の発表だよ。何？松本どうなってんのこれからね、キャンプ場行くんだよね、うん、でかかる時間、うん、空いてる場合ね5時間。嘘、マジでやばなので今から9時36分だ、こっから出ても14時半でトイレ休憩とかしたら結局は3時過ぎで、渋滞したらもっと遅くなるからなかなかでしょまあとりあえず向かおうか、うん、ね。はい、じゃあノアテール向かうよ。はい、ということで何日目だ今日、4日目か、うん、4日目また次の場所移動していきます。道の駅の何だっけ、そば、うん、昼飯、うん、分かるっていう、そう使うそう、なんか綺麗だよね、そばね、そば綺麗だよ、うん、ロネ山サービスエリア。ポテトフライが売ってたらポテトフライ買ってほしいポテトが食べたい食べたい米山コシヒカリに売ってたら買いたいんだね。そうそう、それのために降りたんだね。はい、そろそろ到着予定です。やっとだね、長かった、6時間半、7時間ぐらいかかったよめっちゃ遠いね。そして雨雲が近づいているので到着次第もうすぐに設営です。とりあえずテントね、うん、立てないと。今もうそろそろ5時になるんだけど、今雨雲レーダーだと19時には雨が降る予定、うん、なのでとりあえずそのテントを立てるまではね全力を尽くすという。そうだね、なので一旦ここからびっくりするぐらい飛びます多分次撮る頃にはもう真っ暗だよね真っ暗で、うん、あの今惣菜を買ってきたのでその惣菜を食べてるシーンからスタートという形ですね、うん、はい、それなのでもうしばしお待ちを。バイビーあ、綺麗な空だよ。はい、食事にありつけました、はい、その食事がこちらスーパーで買った惣菜たちね、うん、もう今日は疲れ果てたね。というかいつもこんなか。まあそうだね、そう、秋の後ろやっぱり夜景すごい見える。うん、みんなに届くかなこの綺麗さね。一応ね見えてる、はい、本当、うん、すごいよね。すごい、あの今まで行った中で一番いいよね。うん、一番いいね夜景はね、うん、しかもこのサイトよりもこの隣のサイトの方がいいね本当は ね、 ね、まあ、下が強風なんだよ ね、 ね、だから強風すぎて、うん、ちょっとそこは入れないねって言ってこっちにね一応ね垣根がそこにあるからね。そうそうそう、うん、移動したんだよね。私寒いくらいなんだけどね。閉める。でもそしたら見えないんだよ何よケイちゃん。ああもう別にいいよ、見なくても。明日も明後日もあるし。明日も明後日もあるけど、明日も明後日も雨だったらどうするのそしたらあんた見えないんだよまあまあでもね、別にずっと見てる必要もないからそういう、うん、いいよ。まあいいよ、じゃあ食べましょう。はい、いただきます。いただきます。めっちゃ綺麗だよ。
これでも見えるか。ここね、大アリが多いからね、うん、それだけ気をつけないとね、やばいね。さっきからずっと殺してる。うん、あ、また入ってきてるよ。また入ってきてる。あれでもちっちゃいから。いいの？うん。わー、すごい、ミントが効いてる。出てってる。出てった、すごいね。あ、それでもない。それでもない。風が強いね。もう強風で、まあ覚悟はしてたけどね、なかなかの強さだね。明日が怖いね。明日ね、明日もっと強風だもんね、うん、はい、ノアもなんでかビビっちゃって。そうなんだよね。さっきなんか花火みたいな音が鳴ってたからね、うん、それでなんかビビっちゃってんだよね。弾けてる。うん、ビビっちゃってんだね。じゃあ夜景を撮りに行っちゃおうかな、うん、気をつけてね。うん、はい、じゃあちょっと暗くて映らないですけど、今歩いてて夜景を見せたいと思います。これうちの隣のサイト、誰もいなくて一番夜景綺麗に見えるんですけど、風強すぎてうちは垣根のあるところにしました。はい、じゃあ多分3ストーンよりも綺麗じゃないかなっていう。はい、こんな感じです。はい、じゃあ19時13分今日初の動画ね。19時13分っていうか、いつのよ。5日目のキャンプ、うん、いろいろ飛びましたがなんとうちがほろ酔い以外初、山崎のハイボールなのかな。あ、ハイボールって書いてある。これ600円もしたけど。え、そうなの、うん、高っ。めっちゃ高いだと思いながら、まあやっぱりね、ウイスキー好きの俺としては、まあ、飲まずにはいられない。うん、早くいいから飲んで わー、すごいウイスキーの匂い。匂いする。いや、ウイスキーっていうか酒の匂いか。飲めんの。どうだ。じゃあ乾杯。はい。すごい、脳が冷ややかな目で見てる。ほんと？うん、すごいウイスキー飲めんの。すごいウイスキーや。てかウイスキーってあれだね、山崎でも山崎じゃなくてもやっぱりウイスキーの味だね、みんなね。何言ってんの、うん、ウイスキーの味だよこれちょっとめっちゃ笑っちゃってカメラが揺れちゃう。普通の安いウイスキーよりもよりウイスキーが何言ってんの酒感が強いね飲める、うん、飲める、まあ、飲めるか飲めないかで言ったら飲めるけど、飲みたいか飲みたくないかで言ったら飲みたくない。超無駄がねうん、そして私は景色を撮ってこよう、うん、すごいよねこのキャンプ場、こんな景色が見えちゃうよ。もう光ってて綺麗だし、いや今日はねゆっくりデーなので、うん、また
明日朝一から撮影入りたいと思います。はい、また明日へ飛びますじゃあその場でジャンプして、違う違う違う、椅子の上で、椅子で、椅子からお尻でジャンプできるでしょ。本当に壊れない。あ、間違えちゃった。大量のコロッケこちらが本日のつまみになっております。そしてもうすでに顔がやや明るい。赤い、うん、もうだよね。やっぱりうまいね、山崎は。え、さっきカメラ回ってないとか嘘ばっかりなんて言ったっけやっぱりね、うん、山崎はうまい。え、違う、なんて言ったのか。え、うまいとは思わないけど、つだっけ。うん、飲みたいか飲みたくないかで言ったら飲みたくない。それはさっき言ったもう酔っ払ってるのかな味がね、濃すぎるね。あ、そうだ、味が濃すぎるから水入れてあげようかって言ったらね、うん、それは嫌だって言って、辛そう。そして私たちはコロ大量のコロッケを食べながら本日は寝ようと思いますはい、おはようございます。風も止んで吹き出したそして今日はやっと晴れで、めっちゃちょっと景色もいいんでちょっと撮っていこうと思います。この景色すごいですよね。あっち松本市街で、で夜景とかもめっちゃここから見えます。でサイトはここ A の5番なんですけど、垣根があって、あっちが A の4番、多分あそこが景色めっちゃいいです。垣根ないんで、ただ風が強いと風の影響ものに受けちゃうんで厳しいかなと思います。まあ、僕ら来た時風強かったんでこっちにしました。はい、こっちも垣根なってて電源で、ここほとんどのサイト電源あるんで区画サイトの方がいいかなと思います。で広場サイトも一部電源あります。でそこに車止めてテント張ってもこれだけスペース余ってるんで、焚き火とかも全然余裕かなと。はい、で今回福島からそのまま来て、はい、ミニマルワークスの V ハウス M。 はい、それではこれから朝食を食べようと思います。はい、ノエルもおはよう。久々にカメラが回ってる。うん、久しぶりに回したねずっと風でね、回せなかったからね。そうだね、音がね。うん、今日もちょっと11時から怪しいうん、そうだね。今のところはね、まだ平気だよね、うん。はい、じゃあ今日の朝食は、コロッケ挟んで、うん、コロッケサンド、ね、サンド。そのために昨日大量のコロッケを買った。そうだ。そして大量に余っている、うん、10個入りね本当はね、2個買えればよかったのね。10個入りしかなかったからね。けいちゃんからいただいたまな板、カッティングボード。どう、あ、名前が入ってるよ。見える？見える。ケアノエ家族、ケンジ、アキ、ノア、エルって入ってるんだよね。うん、おしゃれだよね。うん、かわいいね。こっちがなんかお皿になるって。でもこれ傷つけちゃった。でもそういうもんだよね、うん、まあそういうもんだよね。違う、いや、そういうもんだと思う。はい、で、飲み物はいっぱい。今日飲まないとね。うん、そうだね、今日は飲まないとね。ケンジは昼間から飲めるよ。そうだね、今日移動がないからね、うん。
はい、で明日撤収して帰ります。はい、で昨日ね俺山崎のウイスキー、うん、ハイボールめっちゃ飲んだけどね。めっちゃ飲んではないよ半分は残してめっちゃ飲んだけどやっぱり美味しかった。さすが、まあ、美味しいは美味しいんだろうねただ飲めないっていうだけ。そう、さすが山崎だなとは思ったよ。うざい本当にお酒の味は分からねえくせに酒くせえとかずっと言ってたよね。でも買う前は割らなくていいからめっちゃ楽だとかって超大きな口叩いてるびっくりしちゃった。はい、そういうことで初山崎のハイボール昨日飲みました。あ、また風出てきたよ。強敵なんだよ ね。そしてさっきまで晴天だったのにこっちが曇ってきた。うん、あそこすごいよね、山ね。あれは南アルプスなのかな。あ、めっちゃ綺麗だよね。めっちゃ綺麗で、でさ、うん、あっち側が晴れててこっち側が曇りなんだなっていうのがここから見てわかるよ。うん、街のね、わかるね。だって陰ってるもんね。すごいよね。いや、ここもキャンプ場いいね。うん、いいね。涼しいし、うん、風がね、それたまたまなのかね。たまたまじゃない。できました。はい、じゃじゃーん。まあ、普通のホットサンドだね、うん、まあ、でも美味しそうじゃん。これを出しましょう。ソースの風味がいい。あ、匂ってる。うん、匂ってる。ノアテイルもね、めっちゃ食いついてたもんね。痛いね。大丈夫？うん。では切っていく。うん、美味しそう。いいね。いい。うん。熱。熱からさっき食べていいよ。特別にね。なんで私が作ったの当たり前だ。熱いな。熱いでしょ。美味しい。うま。熱いで買ってるね。うん。うま。うん。じゃあ俺もいただこうかな。うん。いただくね。うん。いただきます。あっこ。うん。あっね、熱いが勝つでしょ。美味しいね。美味しいよね、うん、ただ熱い。もうちょっと冷めてから食べる。うん、うん、いいね。コロッケサンド7。すごい充電が。うん、こういうとこ嫌い。タコ味みたいになってて危ないね。でもポータブル電源が超大活躍だったね。うん、このキャンプ場めっちゃいいよね。めっちゃいい。めちゃくちゃいい。うん、外気持ちいいね。うん、準備するのが大変だけど。でもそんな準備したってね、引いただけ。そうだ。下がね、砂だからね。うん、そうなんだよね、サイトがね、砂地だから。あっちはちょっとだけ芝生です。これだけ、ね、日陰になるからね、うん、まだね。はい、で景色はこんな感じで。いや、綺麗だな、うん、ここ下もね、歩けるようになってるからね、うん、そこの道
歩いてぐーっとあっちまでこう散歩できたりとか、うん、遊歩道みたいなね、こっちも行けんだよね、うん、じゃあこっちでちょっとのんびりしていこうか。 There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the painAway your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. それでは、ここ来てから風がめっちゃ強くて、で暴風対策、まあ、実際に5メーターとか。そのぐらい多分体感だともっとすごかったんですよね。それでも一応テント耐えられたんで、ちょっとまあどんなことやったかっていうのを紹介しようと思います。ちなみにテントはこちらミニマルワークスの V ハウス M、まあ、ツールームテントなんで、まあ、そんなに暴風には強くないですけど、一応風がこっち、まあ、山肌があるんでこう吹き抜けてくる感じになってたんで、それに対してまあ縦に真横が真正面に来るようにやりました。でそしたらこう風が抜けるかなと思ってやりました。でガイロープ全部貼ってあるんですけど、ガイロープは、はい、こちら2本のペグでX クロスしてペグ打ってます。はい、こっちも2本でやりました。なので結構強いですね。はい、でここなんかはもう幅が全然ないんですよね。ガイロープあんまり長さ引っ張れないんで、ここまでペグで打って、ここからこっち中継してこっちでペグ止めてます。ガイロープを L 字にはわせた感じですね。でここも普通に打って、こっちは L 字こんな感じで L 字で打ってます。まあ、強風で狭いサイトの時ぜひこれはやってみていただけたら、まあみんな知ってるかもしれないですけどやってみてください。であとこっち、まあ、テントの一番、押さえるところは40センチかな、エディッツエステークの38だか40センチの長いペグを使ってます。なのでもうがっちりはまってますね。で強風の時には実際にはこれ今1枚こっち巻き外してるんですけど、2枚ともここにつなげてました。それの方が強い気がしますね。あんまり揺れなかったんで。はい。で、あとはピン張りにしてます。なんか風を打て流すような感じにしました。まあ、これが正しいのかどうかはちょっとわからないんですけど、恐怖でも実際に耐えられました。全然なんかびくともしない感じだったんで。はい。ということで、恐怖対策。まあ、僕らが実際恐怖の時にやったご紹介。させていただきました。はい、以上ですかね。はい、秋はまだ編集中です。